で言及し、サッカー日本代表の歴史的勝利に性差別を見出す、に疑問の声。内容はこちら。勝部元気氏が、サッカー日本代表の歴史的勝利に性差別を見出しているようです。では、トゥーンベリゴンさんのツイートより内容を見てみましょう。トゥーンベリゴン。勝部氏がこちらのツイートを追消ししたので、皆さんよろしくお願いします。どうしてそうなる？では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。すごく疲れそうな生き方だ。人生楽しくなさそう。多分目に入る全てのものが性差別に見えるんだろう。生きづらそうだな。気の毒、哀れ。スイフェミって日頃からあら探しをしながら生きているのでしょうね。次はこちら。みんなが喜んでいる時にこうやって水を差し生きるやつって必ずいるのね。集団社会不適合者ってのかしら。思っていても多くの人が嬉しいと喜んでいるのだから普通は黙ってるのよ。女子日本代表が勝った時はどんな発言するんやろうな。自分が一番差別意識があるのでは。めんどくせえやつだな。黙っていればいいのを。本当にめんどくさい人たちですよ。次はこちら。日本勝っておめでとうって言うだけまだまとも。日本が勝って残念って言ったバカ議員よりは。共産の国の話もあったけど、日本が元気になったり活気にあふれるのがよっぽど嫌なんだろうな。共産党議員は普通に人としてどうかと思いますよ。最後はこちら。まだツイッターやってんだな。それともマストドンからムーを追い出されたか。そうですね。流れからすると勝部氏の居場所はマストドンのはずなのですが。結論。サッカー日本代表がドイツ代表を下した歴史的勝利を素直に喜べない人たちの感覚って一体どのようなものなのでしょう。全くもって理解できません。日本人なのに日本代表の勝利を喜べない人たちは本当に日本人なのでしょうか。普通に疑念を抱いちゃいますよ。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。